神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします菅首相は3日午後自身の自民党総裁任期満了に伴う総裁選への出馬を見送る意向を表明しました官邸で記者団の取材に応じ新型コロナウイルス感染拡大の防止のために専念したいと述べました神奈川県内の 医療・行政関係者らで作る県感染症対策協議会が3日、オンライン形式で行われました新型コロナウイルス患者の入院優先度などを判断するため、保健所担当者が患者から聞き取っていた健康状態などの情報を患者自身がスマートフォンなどを使って入力する方式を8日から県内全域で導入することが報告されました。うん 自民党総裁選をめぐり、河野行政改革担当省が立候補する考えを周囲に伝えたことが3日、関係者への取材で分かりました。所属する麻生派内の議員らに出馬の考えを伝え、支持を要請したということです。来週前半にも正式表明する見通しです。